はい、今日の練習は、サイドからの相手の突破に対する守備の方法です、ペナルティーエリアのカットバック侵入されたところから一度ペナルティーエリアの外にボールを出されてクロス上げられてそれに対応するという練習です。1つ目の合図で相手がバックパスなのでこの時クロスの状態で、2回目の合図でセンタリングが来てそれに対応するという練習になってます。当然コーチはダイレクトのシュートだけじゃなく今みたいにワンタッチで前に持ち出したり中にオプションでフォワードを置いといてそこにパスっていうのも当然ありますね。試合なので当然切り返して逆なしのシュートこういうのも想定入れていろいろやってみてください。キーパーはやっぱりいろいろ狙いを持ってまずはクロスからダイレクトのシュートそこから、こうやって持ち出してきたら1対1シュートの場合はシュートに対応するっていうことを意識してやってみてください。当然試合と同じ状況なのでこうやってこぼれ球にすぐ対応したり、待っているゴールキーパーはこぼれ球、詰めに行くとかそういうリアリティを持ってやってみると面白いです。ぜひチャレンジしてみてください。